え、始まってますよ。どういうことだ。何がですか。いやいや、今日今林がいないわけでしょ。いや、まあまあまあ遅れてくるっていう話ではありますけども、はい。なんでそもそもあの今日何なの。いや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 、何なのってほらこう書いてある通り、うん、最終決着戦直前の緊急生配信ですよ。これなんね、うん、あのそもそも、うん、あのまあファンの皆さん、はい、関係者各位、はいはいはい、この最終決着戦を最終決着戦だと思ってないんですよ。今後の大谷さんが。それに対して本当にこれが最終決着戦なんだぞっていう思わせるためのこの配信ですよ。なるほどね、ええ、もう我々もちょっと信じて、我々っていうか私は信じてない部分あるからで、だからいや どうせ勝っても今までってそうだったやん。どうせ勝ってもまた何か次あんだろうみたいなのはラストだと、うん、次がラストだみたいな、それを危惧してるわけですよ。いやだからもうそれをなくすんですよ。ほうだから僕が仮にも負けたら、うんうん、もうフェロモンズとは一切関わらないですよ、うん、いやそれはいいとする、まあそれのために副社長をかけたわけでしょ、はい、もうそうそう、副社長の権限で組むことはもうできなくなるわけですよ、はい、もし、まあ、もう 副社長が辞めてしまった場合ね、はいはい、でもその場合また社長が出てくるだけじゃねえのみたいな。いやけども社長も基本的には関わらないと言っているわけじゃないですか。もうで僕に丸投げです。どういう状態なのそれ。だからまずは高木さんがフェロモンズに対してこうもと壊滅のこと討伐してやるって言って、けど高木さんが途中で飽きたのか心折れたのかわからないですけど、うん、僕に丸投げをしたわけです。はい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 。で僕は1年ぐらいやってきてるわけですよ。はいはい。あでもそれまあ全体一回おさらいしようか。おさらい、まあおさらい必要ですね。なんでこんなことになってるのかって。だからここ、まあ、フェロモンズ始まって2年ですよ。夏に始まった気がするからちょうど2年ぐらいですよ。2年ですね。2年、うん、まあ、根本的なそもそもで言うと私試合内容になんでここになってるとこからスタートしてるんですけどね試合するのは私じゃないじゃないかという。いやいや、まあほらだってフェロモンズといえばあなたが伊野セクシー勇気が試合するんだから伊野セクシー勇気を送るのは好きじゃないの。まあけどほら水って、うん、あのねあれじゃないですか。やっぱこうセコンドだけってちょっとギャランティー安いじゃないですか。だからここと合わせて1試合分のギャランティーということで。あ1試合分のギャランティーを今日の配信これで試合したことにしてくれるんだね。そうそう、足して、はいはいはい、1試合分のギャランティーお支払いするんで、それは別にいいじゃないですか。あま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 あいいや、それは金の話でもないんだけどね聞いといて何なんですか。いやいやいや、なんでだからといってなんでねえあのセクシーがいないんだって話なんですけども。いやだってそれはもう男性さんとかよく分かってるわけで、まあまあまあ、だってまあお仕事ですよね。あのパーソナルがね、はい、パーソナルがそもそも人気すぎて。いやすごいんですよね。この配信なんか言ってられるかと思うこれねもう時系列で話したらこれサブストーリーになってくるんだけども、やっぱりこうフェロモンズを始めてからかどうか分かんないけどタイミングがあったのかな。猪瀬セクシーユキさんのねパーソナルトレーニングがね売れてるんですよ。パンパンになってきてるんですよもう体もパンパンになってきてるやスケジュールもパンパンになってきてるんですよ。個人事業主じゃやりきれなくて会社設立しようかなっていうぐらいぐらいもう今そのレベルでパンパンになってて、そもそも飯野くんが意識低いじゃない。だってもうこれ僕らっていうか僕はもう最終決着戦のつもりでこうやってきてね、はい、いや本当は最後なんだよって、はい、これで僕らの戦いは終わるんだよ。いや全然それは飯野セクシーユキももう、はい、もう信じてないんですよ。飯野くんですら信じてないじゃん。どうせ勝ってもまた次あんだろっていう気持ち、ね、だからちょっとそう聞かないよやり方。ことの重大さは分かってない。分かってないよ。だって前回の深夜の生放送は来てるわけですから。そうね、そわそわしてたけどね次の日早いからってそわそわしてたけどね今回に限ってはもうちょっとスケジュールいっぱいだから無理無理みたいな感じの断り方してる。だから次もビッグマッチの前とかもこうね直前の週とかでもまだ呼ばれるでしょ私我々がでそのパーソナルがあるって言ってもう繰り返しじゃないですか歴史はでもこれなんとかしませんかっていう話ですよ本当に。いやこっちはね
ね、最後まで、最後の最後だ。あのね、超根本的に言うと、なんで討伐されなきゃいけないの？いや、それは高木さんに聞いてくださいよ。僕は社長から降りてきた業務をこなしてるだけなんで。ほら、もうなんか、この時点でなんかちょっと情熱がない。なんかこう、我々とこうね、ことを荒立てるための情熱が足りてない。いや、やっぱ僕の中でも葛藤はあるわけですよ。ほう。それはね。おで、実際のところ、なんていうんですか、別に、一レスラーとしたら正直、フェロモンズ別に、いや別に好きなことやればいいじゃんと思ってるわけですよ。けど、副社長との立場として、社長が言ってることは、まあまあ、それは会社の方針だから、従わなきゃいけないわけでしょ。だからやってるわけですよ。その業務で解散というか、ただ商品を作ってる側からしたら、フェロモンズ討伐すると、フェロモンズってやっぱ割とグッズ売れるんで、そういうの言っていこう、割と痛手ではあるんです、ただ高木三四郎はそれを帰りても討伐を、なんでだろう、それをちょっとねクリアにしないと、多分見てる方もそうだってならないと思うんですよ。ここにいるべきは僕と高木さんだった、本来そうです、本来そう今林じゃないんです。でここにいいのセクシー有権いるべきなんですよ。いや一人ずつ足りてないんですよ。いや、そうなんですよ、それはそうなんですよ、はい、あとね、今林さんはね、なんだかんだでもう来る予定だったんですけど、なんかトラブルで、サテプ遅れますっていうのをさっき、なんか、はい、届いたみたいで。だから、今林さん、そもそもで言うと、9月、その、9日 ?8 日の、なんか、8日から始まる、純烈の明治座の公演に出るんですよ。で、9日も、まあ、当然、純烈の方に出て、リーチにはいないと。だから今日ここ何しに来るんだって話なんですよ。あと、フェロモンズに深く関わってきたメンバーがいない状態での最終決着戦にはなるんですよ。もうなんか本来ならね、整ってなくない決戦の舞台。まあまあ、しょうがないですよ。僕だって言い出したのはそもそも、まあ、もう一回チャンスくれって。そうですよ。言い出したのは僕で、けど9月9日でね、仮にもビッグマッチですよ。それはね、揃ってると思うじゃないですか。いろんな、ビッグマッチだったらね。そう。その前提で話したけど。そう。だから、あコメントいろいろあるんですね。ちょっと我々っていうことも見れないんですけど、今成さんは、個人的な質問、今成さんいないんだ。今成さんなんか、別の大会かなんかに出場されてる。どういうこと？そういう話じゃなくて、こういうのだと思うんですよ、私、よくないの。まあまあ、けど、やっぱみんなフェロモンズに興味が薄ってきてるじゃないかと。いやー、そういう、だって、興味を薄れるようなやり方をやられてると思ってますよ、私は。だって最終決着戦ですよ。今林さんだって、最終決着戦なら、この1公演休んででも来なきゃいけないわけですよ、本来はね。今成さんもね、メンバーなら他との仮に試合が被ってて来れないんだったら、いや、こっちの方が重要なんで、愛があったらね、来なきゃいけないわけです、高木さんも、そうだな、俺が言い出したことだから、最後は俺が最終決着戦だったら、秋徳男色が水でつくなら俺も水について、秋徳のことサポートするよ、その人言ってくれるのがそれだと思う、筋だと思います、筋だと僕も思う、はい、はい、だから何ですかこの薄味な最終決着戦なんです。だからこれ愚痴を言う場か。違うだから最終決着戦で言うと皆さんにお知らせする場です。おこれ本当にそうなんだよって。本当にそうなんですかね。そうです。あまりにもピンとこなさすぎてます。まあ、だからちょっと薄味なだけですよ。そう、はい、体に優しい味付けになってるだけです。ああ、なるほど。オーガニックな。オーガニック。オーガニック最終決着戦になってるだけで。そうか。真剣に討伐をね、やろうとしてます？討伐しようとしてます？してますよ。してますよ。何言ってるの？なんかね、フェロモンハウスも、大阪でやるって決めたの誰って話ですよ。大阪でやるって決めたのは僕ですよ。なんでそうなるの？なんでそうなるの？僕のお客様への対するホスピタリティですよ。だって東京で開催したなら、やっぱ地方でも大阪とかでも、
開催しなきゃね、なんかいやそれ自体はいいんだけど、なんかこっちとしては腑に落ちないわけよ。え？だからそういういいように利用して、その討伐って言われてもっていう気持ちはあるわけよ。それはもうそれはそれ、まあ、気持ちがちょっと乖離してるからしょうがないですよ。高木さんに言われた討伐と命令はこなさなきゃいけないけど、うんうん、やっぱりね商品部の統括としてでも、うん、まあちょ割り切って売り上げ作んなきゃいけないみたいな部分もあるわけじゃないですか。あともうちょっと話題作んなきゃいけないみたいな。あのもうあらかじめ言っておきますけど、今日ずっとこれですからね。でもう身も蓋もないこと言えば、今林の終電があるから23時半には終わるみたいな話になってるからね。その状態でのトラブルの遅刻。マジで何しに来るんだっていう今状態です。でずっとこの状態でいきますよね。本当にじゃあ最終決着戦だっていうのを分からせてくれるんですね、この1時間で。いやいや分からせますって。だから本当ですか。本当え、もしかして僕だけですか、これ最終決着戦に本当にしようとして。いや私たちは今までそう言われてきて、それをそのことごとくクリアしてきて、だからまたあんのかなって。フェロモンズもそろそろ、うん、なんか僕にばっかり追っかけ回されてないで販路を広げたいわけじゃないですか。あ、はい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 、いくらでもこうなんか、そうですね、うん、僕以外と絡んでない人あまりにも多くないですか。多いですよ。言えていないです。それはこっちのせいじゃなくないですか。それは僕のせいでもないんですよ。そうですね、うん、あの僕は本当に思うわけですよ、うん、あのね、みんな本当もっと絡みなさいよって、うん、なんか、うん、なんかフェラモンズと絡みたくない雰囲気出してる若手とかたまにいるんですよ。ああ、なんかちょっとあんまりちょっとああいうのはちょっとみたいな。ああいうのはちょっとまあ、うん、我々とねやるためにプロレスラーになりたいと思ったわけじゃないけど、何のためにじゃあお前ら DDT にいるんだと思うんですよ。このためじゃないだろう。いや、え、なんで私がフォローしなきゃいけないの。僕そういう試合ちょっとみたいなスタンス出すと、あ、え、君は DDT 好きで DDT に入りたくて入ってきたんじゃないの、うんうん、DDT に入りたくて入ってきたってことは、うん、そういう試合もあるから DDT なんでしょうって思うわけですよ。これちょっとプロ論みたいになるんですけど、こう嫌がってた方がいいみたいなところないですか。いやもうそれを、あ、これでそれ分かってた、あ、そうだ、そうだ、それ分かってたスタンスでいるならいいんですよ、うん、別にね、うん、あのおーベンチプレスケちゃんありがとう、こんな不毛ない、おそらく1時間に2分でスパちゃんありがとう。ベンチプレスケちゃんの質問に何か答えるよ。閉店セール10年続けてる店と同じみたいな。そうそうね、閉店セール、そうそう、大阪に多いね。そうよなあ、何の話だ。いや若手だ、若手の話だ。なんか、うん、こう積極的にね、うん、絡みなさいよ。ああ、なるほど、はい、これ、うん、何なんでしょうね。なんで組まれなんですかね。でだから僕が討伐、うん、って言っちゃってるから、言っちゃってるからでしょ。あ、じゃあ悪いじゃん。じゃあやる気になるでしょ。それで絡めるようになるんだから、これで勝てば、あなただけが。ああ、まあ、やる気も何も、そう、やる気になるとなるとまたちょっと話変わるな。やる気にはなんのかな。もう1年もやってますからね。討伐、フェラモンズ2年の歴史の中で1年高木三四郎、1年アキトですから、ね、めんどくさ。なんで、いや頑張ってると思うよ、そういう意味では。頑張ってんじゃない、こっちは。それ頑張ってんじゃないですか。いや頑張ってるよ、いつだってみんな。いやー、なんでこんな言われ続けなきゃいけないんだろうなとは思ってますけどね。なんかこう思い当たるしないんですか、高木三四郎がこの我々討伐しようとする、そのな、そもそもなぜっていう。まあ一番ちょっとでかいのは、うん、YouTube 赤番リーチっていうところであるんじゃないかっていう。ね、これね、噂には聞いてるんですけど、どういうことなんですか。あの、もう黄色信号、あれなんか3回ぐらい警告出たら終わるんですよね。2回ぐらい終わる。おお、バーになる。サッカー制度。お、来た。来ました。すいません。うわ、着るものがなんかちょっと垢抜けてる。遅くなりまして。あれ、なんかおしゃれになってない。なんかちょっと明るくなってる、全体的な印象が。どうですか。なぜ。すいませんね、ちょっと遅くなりました。いやいや、まず、いいです、わかりました。はいはい、あの、
今話の流れとしては、はい、そもそもなんであのフェロモンズが討伐されなきゃいけないのかって話なんだけど、ああだけど和解できた、だなんだ話で和解はできてないです、うん、まず一番気になってる、うん、あの今林のトラブルって何？トラブルっていうか、うん、もう明後日から本番なんですよね。ああそうね。で今日ゲネプロっていうのがあったんですよ、ね、はい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 、ね、本番さながらにやるって、ね、そうですね、7時からやって8時半過ぎに終わるんで、うんうん、まあまあそこからちょっと後片付けしてもまあ10時前には出れるからまあ間に合うだろうと踏んでたんですけど、ゲネプロあるとはいえね、まあちょっとダメ出しがほうダメ出しがまあことのほか長引いてですね。これは誰に対するダメ出しっていうか、まあ別にダメ出しって言葉がね、もういいのこう、ここ改善して、そうそうそう、ブラッシュアップのポイント、ブラッシュアップってことね、ブラッシュアップのため、ここをこうしていこうみたいなのがね、もう本当山のようにあってですね、おはい、ちょっとすいません、私って言いづらかったですね。あ、なるほど、今林とは関係ないところで、いや、自分の部分もあります、自分に関係ある部分もあるし、関係ない部分もあるんで、まあ、関係、僕、その部分関係ないんで、ちょっと抜けますとか言いづらいね。それは言えないね。言いづらいんですよ。それは言えないね。あの、横山由美さんとかもいらっしゃる。小川夏実さんとかもいらっしゃるんでね。はい。すいません、本当すいません。いやいや、軽っ全体的に軽っすいません。なんか、芸能畑の人になって帰ってきたね。いや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 、顔色もいいでしょ、ね、着るものかもうな、着るものなんてそんなことない、くすんでない、くすんでない、そんなこともう朝のバイトやってますよ。ああ、それはそれでやってんだちゃんと5時からやってますよ。で、だからもうこれ23時30分にはもう終わらないとダメじゃないですか。そう、私の終電もありますんでね、のだけがの話。いや、別に私が帰った後やってていただいて、いやいや、それはもう、はい、はい、じゃあやりますか。やってるんですよ。やってるんですよ。やってるんですよ、もう。え、いや、じゃあ今林から見て、まあ、でも話何も進んでないよ。はいはいはい、まあ、いやいや、一応ね、台本的にはこれぐらいまでいってるんですよ。いってるんですか。リーチかかってるみたいな。あ、そうだそうだ、なんでフェロモンズがそもそもこんなに2年ですよ、2年、うん、2年やってて、1年が高木三四郎、もう1年が秋田。まあ私もね、ちょっと目立たない日にしてた時期はありますよ。はい、まあ確かにその生中継中にですね、うん、まあ、肛門を出したりとか、肛門以外のものも出したりとかですね。ちょっと待ってください、そのラインってのはどこなんですか。出しちゃいけないもののライン。肛門は出しちゃいけないでしょ。そうなの、その認識がちょっと私わからない。いや、その AV じゃないですからね。デスルユニバースは、うん、AV じゃないね。基本地上波で出しちゃいけないものはレッスルユニバースでも出しちゃいけないんですよ。それはなんで、それはなんで？いやいや、地上波は分かるよ、基準があるの。はい。地上波じゃないじゃん。地上波、もうけど、やっぱり。サムライ TV は地上波じゃないのになんでダメだったんだよ。プロデューサーがそう判断したんじゃないですか。そういうことですよ。プロデューサーがそう判断した。じゃあ、レッスルユニバースのプロデューサーの責任ですか？いや、レッスルユニバースをどこに置くかですよ。あ、まあまあそうですよね。地上波に並び立つものにしていきたいのか。ですかね。地上波に並び立つのは無理でしょ。だって有料コンテンツなの。いや、わかんない。じゃあ肛門を、うん、我々は肛門を見に来てるんじゃないんだ。鍛えられた肉体同士の熱いぶつかり合いを見に来てるのに、何勝手に肛門見してんだ。いや、そこに鍛えられた肛門はありますからね。そうですね。別にそれ肛門を見せに、別に見せるためにチケット売ってるわけじゃないですからね。その論理はちょっとおかしい。いやいやいや、だから肛門はやっぱ見たくないでしょ。そもそもレッスルユニバースで本当の穴という穴は見えたことありましたっけ。穴っていう穴はないですよね。どう、いや、でも裏玉は見せましたけど、あなたが、あなたがね。だけどあれはフェロモンズの時の僕だから、フェロモンズが悪いわけですよ。あれが、私は全然関係ない時にサーターアンダギーを見せたことがある。いや、そうですよ。これも私の試合だけど、なんかね、アケボの選手の時だな。はいはい。D の2個をパンツを上げさせたっていう。そうそう、実は自分がズルンってやって上がったらもう出てんのよ、ダブルで。ちなみにその時侍生中継やってたんだけど、何が悪い。実はフェロモンズ出しちゃいけないもの出してないんじゃないかって説はありますよね。いや、男色 D ので
何か例えば一物が出てしまったとか、まあ、それはあります、あります、あ、それはアルティメット暖色殺法、もうあれ、それもあるし、あの、文字通りたま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 が出たことはありますし、アベマの生中継の時にあったんじゃないですかね。そう、はい、だからフェロモンズとしては実は何かやばいもの出したかと言われれば出してないんじゃないですか。ないんですよ。でもそれをじゃあそこをなし良しとするともはやじゃあなんでっていう、いやだからじゃあなんでなんですよ。いや私はだって GM、 まああの社員 GM の時はそれをもうそのことをもう命じられてやってるわけですよ。止めてずっと止め続けてた。あ、でもまあその一つの基準がその YouTube だったんでしょ。あ、YouTube は今ちゃんとバンされますか。バンされたと。で、バンされてはないの、まあ、警告1、動画は一つバンされました。おお、どれ。あ、赤井さんが、うん、飯野さんと D野さんに挟まってくるくる回っちゃうやつ。はあ、ああ、あれダメだったんだ。あれが、あれだけバンされました。あれは何が、どういう罪状で。いや、わかんないね、分かんないですよ。結局 AI が判断してきちゃう。 AI はなんて判断したの。性的なものではぶっちゃけないじゃないですか。まあ、女性がでも肛門に行ってくるくる回ってるわけじゃないですか。それは何罪なの。スクリューしてるわけ。キャーってなってるわけ。サンシャインみたいになっちゃったんで。サンシャインもダメってことか。じゃあ今の時代でもバンはされつつも、うん、視聴数は稼いでるわけですよ今。公式 YouTube の一番あの再生数稼いでるのは私とあなたたちの放送の。そうですよね、はい、500何十万回行きましたよね。何万回だ、ちょっと待って。 DDT の公式なのに長らくずっと東京女子の動画が一番で気まずかったのをなんとかこう我々で529万回ですよ、はい、でとまだまだ伸びてるっていう。とあるミーティングで高木さんが言ってたんですよ、うん、ほう、これ YouTube の再生回数もさ、フェロモンズ確かに数字はいいよ、うん、いいけど、うん、ああいうなんか、なんですか、下品な、まあ、なんですか、こう、わいせつに捉われても、うん、捉えられてもおかしくないもので、うん、再生数稼ぐのはどうかと思う、うん、言ってたんですよ、うん、だからもっとそういうの以外で回るコンテンツを作っていかなきゃいけないと。それをこっちのせいにされるのっておかしくない。それはこっちの問題ではなくない。まあ、あげなきゃいいっていう話ではありますからね。そもそも YouTube にフェロモンズ動画をあげる、あげないを判断したのは、うん、まあ、会社側ですよ。サイバーバイトの DDT 事業部の方々なわけですから、うん、麻薬みたいなもんですからね。あ、そう、フェロモンズあげるとやっぱり稼いじゃうね。出ちゃうから、ついつい打っちゃダメだって。その手つきやめなさい。そうそうなんですよね。まあ、あとあれでしょ、あのグッズの売り上げとかも素晴らしいんでしょ、フェロモンハウスとかも。フェロモンハウスはね、うん、原価ゼロだからな。それをポートレートとか色紙とかに多少なりとも原価はかかってるんだけど、これに関してはもうゼロだ。ほう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 。まあ、超ごまといえば人件費っつっても、あの最初の一番3回やってんだけど今、うん、フェロモンハウスって最初の時はスタッフが中でアテンドしてくれたんだけど、うん、なんかこもってめちゃくちゃ暑いのよ、うん、でも2回目からもういなくなったもん。入りたくないか。そう、自由に。じゃあもう中で何が行われようと分かんないじゃん、会社は。いやいや、そうそう、管理もしてないし。はい、だからこっちやりたい放題なんだけど、まあでもね、まあ皆さんこれフェロモンハウスのお約束というか、入った人はもう忘れる、うん、出る時には忘れるっていうのを今のところ皆さんルール守っていただいてるんで成り立っているという。副社長的にはフェロモンズがまあ解散してそっち分のグッズ的な売り上げが下がるってことに関してはどう思ってますか。いや、もちろんその商品を統括してる人間からしたらかなり痛手ですよ。はい、痛手、うん、だってフェロモンズはグッズのイメージもしやすいし、うん、そういうね、アトラクション的なこともやれるわけじゃないですか。うんうん、稼ぎしろいくらでもあるんですよ。はいはいはい。けど、そういうのを捨ててでも、うん、討伐をしろという社長命令があるわけですよ。なるほど。で、そこで、その失った、そういう、まあ、まあまあまあ、フェロモンズにいつまでも頼ってらんないと。そこの売り上げの分は、アキト君違うことを考えてくれる。そういうこと、それぐらい高木さん本気なんですよ。違うことを考えた方が良くない、この話し合いでミーティングで。いや、それもやっぱ討伐終わってからじゃないですか、話す。あれちょっとあのごめんなさい、初歩的な確認なんですけど、今回は、まあ、最終決着戦、何度目の最終決着戦。いや、でも信じてないじゃん、そもそも。ん最終決着戦っていうの今までなんか何
まあ、いや、確認しますか、じゃあ正式に最終決着戦と寝ようってやったのは3回ぐらいしか実はないという噂ですよ。あ、そうなんだね。じゃあちょっとここ確認しましょうか、うん、これね、うん、はい、はい、じゃあ過去の完全決着戦、はい、決着戦と名がついてやったタイトルに、はい、完全決着戦と名付けてやったのは3回しかないんです。あ、そうなんだ。まあ3回でも多いですけどね。本当ですね、はい、ああ森田さん引退何回しかしないんだみたいな俺もう少ねえなみたいなところですよね、うん、それがまあ2022年アドバイトレスラーって何だったの森田さんの。それ直接聞いてください。大田区で直接聞いてください。分かった。去年5月1日横浜武道館大会、うん、スペシャル6人タッグマッチフェロモンズ VS 今林 GM 最終決着戦と、これ E の D の今成組対私、うん、明さんマッスル堺、はいはい、これは私とフェロモンズの最終決着戦ということで、そうですね、でまああの私が勝たせていただきました。その時に本当に本格的な決着戦にしときゃよかったんだ。はい、まあ、これではちゃんとその関係は決着はある程度決着はついたはずなんですけど、 2,3 日後にもあの鹿児島の渋谷大会で私あの肛門送りにされてますね。何だったんだろう。そうですよね。これ何が最終決着戦だったのかもちょっと明瞭じゃないですね、いまだに。はいはい。まあでもあの時はちょっと子供たちもね、奥さんも義理のお母さんも、はいはい、呼べてよかったですよ、はい、そうですよね、はい、あの気まずいことに我々の入場であの家族がセクシーいやいやいや、うちのアキラとサトルがセクシーセクシーって、ね、あれって思って分かってねえなこいつだって。まあでも子供は好きなんだな、やっぱりフェロモンズが。あ、そうか、好きなんだろうね、やっぱり、はいはいはい、お尻ってやっぱ分かりやすいですからね。いきなり尻見せは大好きですよ。あ、そうですよ、クレヨンしんちゃんですから、はいはい、言っちゃえば、はいはい、で続いてが2022年去年の10月23日後楽園大会、はいはいはい、フェロモンズ VS 高木軍完全決着戦ファイナル。完全決着戦ファイナル、解散コントラ1日社長2対5ハンディキャップマッチということで、すげえ条件でやらされてんな。今見てると E の D の With 今成対高木大橋大石アントン秋人と。いや、なんで With にされてる。選手に入れろよ。ひでえな。 2対5ってところにこだわったのか、汚えな。ただそんな中あなたが高木さんから勝ちまして、いいのが、はいはいはい、一日社長をやったんですかね、はいはい、セクシー社君とかやったんですかね。そもそもなんで2対5で負けてんだよって話してるけど、もうでも決着してないこの時点で情けなすぎだろ、はい、でも高木さんはこの時点でちょっともう俺いいわと、そう俺フェロモンズもういいわ。あ、じゃあその意味では最終決着ついてたのね。そうそうそう、だから自分とは最終決着ついてて、うん、高木さんとも最終決着ついてて、今はアキト君のフェーズになってるっていうことだ。絶対信じないじゃんみんな。その事実だけ並べていくと。けどほらこういうそのね、そのフェーズが映るっていう事実がここに1個あるわけじゃないですか。あ、まあ、まあ何かしらなんだかんだで最終決着戦にはなってると、はい、うんうん、高木さんともあれは終わってるわけじゃないですか、はい、ここでね。そうし、なんかずるいで、そんな永遠にやられるじゃん。そんなほら、だって プロレスは終わりのないドラマじゃないですか。違うこのその話来てないって。そして今度9月9日大田区で行われるのが、うん、フェロモンズ VS 討伐対最終完全決着戦、うん、スペシャルシングルマッチ解散コントラ副社長、うん、E のセクシー勇気 With 男色ダンディ D の対アキト。一応手としてはシングルマッチですかね、うん、まあ With なんでね、はい、で無効試合裁定のない完全決着ルールということで、ね、もうこれ完全決定ですよね、このルールも。無効試合ないんじゃないですか、はい。これバカが考えたルールじゃないですか。なんでです、なんで。これ反則裁定みたいなの向こう、あ、反則裁定はあるのか。反則裁定は、反則したらだってどっちか勝ち負けつくでしょ。あ、無効試合っていうか、まあ、なるほどね。だから私が乱入して無効試合にすればいいって思ってたんだけど、まあ、それは反則にレベリーの目をくぐ、かいくぐらないといけないわけで、ね、まあ、レフリーが止めたりとか。あ、じゃあ分かった。そこらはちょっと私が見間違えてた。私が止めたりとかもできませんけど、まあ
そもそも私いないんでね、ここで。できないよね。本番中で。本番中。ゲネプロで。はい。そうダメですよ。この完全決着戦についてる条件として、はい、フェロモンズが勝った場合は、うん、アキト君はサイバーファイトの副社長辞任。まあそうです。副社長は捨てます。はい。うん、っていうことですよね。うん、で、アキト君が勝った場合は、フェロモンズ解散でいいんですか？でもそんなんじゃないですか。は今まで完全決着戦とか最終決着戦とか、まあ、漠然とずっとやってきてますよ、うん、はいはい、で私が勝った時とかも、うん、その条件ついてなかったからか、まあ、生きながら出てるみたいなとこありますけど、でも解散その次の解散コントラ一日社長かかってるよ。かかってるね。この時はまあ勝ったわけですよ。です2対5なのに勝ったわけですよ。そうですね、はい、でここで負けたら解散でいいんですね。まあでも正直ずっと取り組まされてるんですよね。僕はこれで負けたら副社長は辞任して、うん、ただの取締役になります、はい、え取締役ではいるんだ。取締役副社長なんで、うん、肩書きまあ要は別なわけですよ。取締役って、うん、と副社長って取締役っていうのは法的に定められたものなんですよ。そうそう、副社長っていうのは社長が君明日から副社長ねって言ったら副社長になれるものなんですよ、簡単に言えば。まあだから副社長は僕辞めても取締役で西垣明人でいるはいます。どうやって信じればいいんだ。いやいやいや、だから別にそれは本当に副社長は辞めますよね。副社長辞める、取締役は辞めない。取締役は辞めない。だって取締役辞めたら会社どうする。今まで僕は3年間取締役副社長やってて、今更じゃあ明日すぐに辞めますで、他の人に引き継げるかって、グッズのこととか誰がやるんだって話でしょ。経営のこととかしっかり見始めるようになって、はい、ちょっと誰がやるんだって話になってくるんじゃないですか。そもそも DTT 潰れちゃいますよ、それしたら、うん、だから副社長は別になくてもまあまあそういう業務をやれるんで。そう、軽くないちょっと。いやいや、でも軽くない、びっくりした、びっくりした。まさかこそんな話が聞けると思わなかった。いや、副社長手当みたいなものがすごいついてるのが、それがなくなるってことなんじゃないですか、そういうのって。いや、今副社長って手当てて特にないよ。ほらー、うーわ、聞くんじゃなかった。それはずるくない、なんか重さの違いだから。だから例えばこれで副社長がね、うん、僕が負けました、うん、副社長じゃあ仮にフェロモンズの誰かになったら、はいはいはい、返してもらうことができるわけですよ、副社長ってものを。だって最終的に君副社長ねって決めれるのって社長なんですよ、うん、だからそれでお前はもうダメだ、剥奪だ、じゃあ巻き取りだって身も蓋もなくないですよ、言われたら返せる。けどあなたたちはそれで要求飲んだくれたから、僕は取締役は担保自分の中に入れてたんで。信じさせようとしてる今してますよ。これ僕のちょっとずる賢さが出ただけです。これはいや、試合終わった後に言ってほしいな、そういうの。今言うんだ。いや、負けらんないね、これね。しんど、しんど、モチベーションしんどな。副社長けどね、あのこう世間のそういう仕組みは皆さんあんまりこう知らないわけですよ。いや、その取締役と副社長の違いというか、いや、違いはもう正直どうでもいいんだけど、あの偉いまま残ってんだっていう、そのこっちの気持ちです。だからリングに上がってる時はもう副社長と名乗らないし、そう、ね、偉そうにします。どうでもいい、どうでもいい。本当に切られすらうわ引くわ。いや、でもちょっとね、アキト君、アキト副社長がいなくなるっていうのはだいぶね、社長がいなくてもいいよ。でかいですよ ね, ね、でかいですよ、本当に、うん、知らねえよ。丸藤さんだけになっちゃうわけだから。そうそうそう、その会社のパワーバランスとかも知らないし。そんなうまくやってくれとしか言えないけど、はい、3つだけだったっけ、そもそも。いや、まあ、で、うん、決着戦っていう名前がついてなくても、うん、なんとなく決着戦的なニュアンスでずっとなんか戦ってきてはいたわけですよ。そうですよ、常にお前ら解散だみたいな、なんか決着戦っぽい試合っていうのをずっとやってきたんで、はい、ちょっとそれをおさらいしたいんですけども、はい、まず去年、はい、3月20日両国大会でリリコさんの引退試合ね、はい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 、リリコ大大秋人ウィズ純烈組対、はいはい、D の E の今成組ということでしたね、うんうん、これはすごく感動的な試合でですね。、はい、まあ別にこれかお互いで、ね、その壊滅あんまかかってなかった気もするけど、うん、リリコの引退が一番最初に来てた気はするけどね。いやだってもう地上波のね、あの取材が、あたくさん来たにもかかわらず、やっぱ
尻のシーンはやっぱ流れないみたいなのがね、まあ、そらそうでしょう、はい、はい、で、続いてが去年6月12日埼玉スーパーアリーナ大会、これですよ、 DDT 帝京8人タッグマッチ、はい、E の D の今成、うん、そして西垣コーチン秋人と、その時はもうフェロモンズ入りしてたんですよね。1試合だけですか、2試合ぐらいやってる、まあ、試合ウィズ、本当試合で組んでやったのこの試合だけです。うん、あとウィズだったんで、で、戦ったチームが高木、家臣、青木、堀田組というですね、まあ大変でしたよこの試合ね。いや大変でしたね、大変でしたね、もう家臣さんのねアンコントロールぶりがねこれ 前の後楽園とかに乱入して私なんかうんこの元とか食べさせられましたけどね。あったね、はい、もう本当になんか なんでわからない、わからないよね、はい、もう剣道家臣だけはわからない、本当にわからなかったね、うん、そして、記憶に新しい、はい、7月23日両国大会、うん、E の D の今成 with 勝ち切れ久弥みたい、うん、秋と高尾下東吉友ちょっと味方になってんなあ、そうですね、この時は味方になってましたね。そうですよ、まあでもこの時はまあぶち切れ宇治原さんがね、はいはい、秋人君側についたんですが、うん、まあ、最終的にはフェロモンズと宇治原さん分かり合えたみたいな感じでしたかね、うん、はい、はい、まあずっととにかくこう構想してきてますよね。まあそうですね、うん、やってきてますね。だってこう見ても頑張ってないと我々、うん、まあそれ僕も含めですよ。いや、含めてでいいよ頑張ってない何頑張るって何かね。いや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 頑張ってないいや、すごい相手とずっと戦ってきてるなって思いますよ。だからここでやってたけどクロちゃんとかもやったりしてるからね、バカで。そうですね、やっぱりちょっとその特殊な相手が多いですよね、フェロモンズは。うん、うん、でですよ、で、うん、まあ9月9日大田区で、うん、これあれですか、本当にあのまあ秋人君負けた場合は副社長は降りるし、まあ、今ね、僕がさっきその副社長のからくり、かけたからくりを言ってしまった手前、うんうん、それをじゃあ、ね、団長さんとか、ずるいよね、なんか飯野くんが副社長になっても、うん、それは正直無意味なことってことが分かってしまった。分かったね。もうだったら、まあいいですよ。別に逆に言えば僕は役員としての権限はそれなりにあるわけですよ、うん、副社長としての権限があるわけですよ、うん、それを使える範囲でのことは叶えますよ、じゃあ、フェロモンズ。何か提案してくれたら、じゃあ勝ったらこれするよ、提案してくれたら僕はもうそれをちゃんと、まあまあそうです、ちょっと話聞くだけだとあまりにも打ちたペアじゃない、何か、ね、重さが違うかなという気がしますよ ね、解散と、ね、まあ、副社長辞任だけど実は保険がかかった状態みたいなな、んだろうな、もうちょっとね、あのそれこそ本当にいろんな人もうちょっとマッチメイクしませんか決まった相手だけじゃなくてね、あ、どういうことですか。じゃあ、あれですか、今まで男爵さんたちが戦ったこと、フェロモンズとして戦ったことない人たち一周させろってことですか、まずは、まずは一周もしてないですか、そんなしてないですか、戦ってないですか、だってサウナカミナとか一周全然絡んでないし、バーニングもほぼほぼ絡んでないし、ハリマオンは樋口一回もやったことないな、そう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 、だからバーニング樋口と絡んだことがないないのよ、なんなら今林さんと温かくのが多いんだおかしな状態じゃん、そんなのそうか、サウナカミーナ対フェロモンズはちょっとでもやったことないし、だからバーニングもないし、まあでもハリマーもないし、イラクションが一回あるかぐらいか、まあそうですね、あ、まあでもちょっと今サウナカミーナがね忙しいからねほら、だからそういうの置いといて、別にほら興行っていろいろあるわけ、いや、まあまあでもいいんじゃないですか、忙しいって何今竹下絡みで、竹下問題で忙しいじゃないですか、なんなら竹下と絡んでもいいよこっちは、確かに、おお確かに竹下とフェロモンズは見たいよ、幸之助と竹下と組めちゃうい, いや、分かりますよ、分かりますよ、分かりますよ、これで僕が、うん、じゃあそう本当に負けたらそういうオーダーを、まあまあだこの大会に関してはみたいな、なんだかんだで、ね、ちょっとこうね、こっち側の意見言わせてもらうと、その DDT って結局なんだその
プロテクトかけてませんかって話ですよ、いろんなものに。このこいつこいつ当てたらなんかちょっとイメージ悪いからみたいなやつで、プロテクトかけてないですかっていう結果、我々当たってないとこが多すぎるんですよ。どういうことですか。サウナカミーナは今一押しのユニットだから、ああフェロモンズと絡ませるのは良くないとみたいな感じでちょっと組むの阻んでませんかっていう話。上野勇気は今 NHK の天才テレビくんとか地上波にも出してね、ああ一押しの今、ああイケメンだからちょっとそこでフェロモンズの肛門とかと絡ましたくないみたいな。だから物を出しちゃダメだみたいになってるわけじゃないですか。物は出しちゃダメだよ。物を、物を出しても、物だったし、名前忘れたけど。物をね。物の物を。物をね。物を出しちゃダメなのか。まあね、なんかフェロモンズ、でもフェロモンズプロデュース大会とかね、あれば自由になんか。それは断る。え？この丸々されるのは嫌だね。わかりました、わかりました、わかりました。じゃあ、わかりました。ちょっと興行とかやる気になること一個言います。うん、ほら、大体そういうのって、うん、プロデュース工業って言っても収益は、うん、こう DDT、サイバーパイとか入るでしょ、うん、はいね、協力するから全部収益上げますよ。でも、うん、これね、これユニットあるあるで、うちで言うと4人だから4つに割るじゃないですか。だってもう4つに割るから、工事別にもうそう、シャイニングボールにも均等に上げる必要はなくないですか。いやいや、だもう実質もう3分の1でもいいよ、3分の1でもちょっと納得できない気持ちが出てくるんですよ。じゃあ何それに関してはね、何じゃあファンタスティックに上げたくないみたいな。いやいや、そういうんじゃない、配分は自分で決めていい。1回大丈夫に全部上げますって。じゃあそういうのも、私そういうので揉めるの嫌だから3分の1だけタイプなんですよ。それは自分でバランス。それはもう汚い圧力。それは圧力よ。でももともとはだから自分やりたい相手とやらせてほしいっていうことですか。違う違う違う、やりたい相手とっていうそういうね、固定的なやつじゃなくて、うん、全体的にもうちょっとその変なプロテクト外しませんかっていうのが要求ですよ。だからもう 100% のフェロモンズを提供できる場を用意しますよ。どういうマッチメイクでもこっちはイエスって言いますよ。そういうんじゃなくて、そういうことじゃない。いやね、これいやでも分かんない、結局ね、こっちがマッチメイク側がね組んでもなんかそんなそういうんじゃないんだよとか言いそうじゃないですか。こっちが提供しても、うん、それって単発でやってくるじゃん、そういうの。はいはいはい、そうじゃなくてプロレスってほらいろんな地方行っていろんな会場でやったりするじゃないですか、うん、その中でマイルドにちょっとなんかいろいろ当てませんかっていう話、普段の話をしてるんですよ。特別に何かしろっていうことは言ってなくて。いやまあ確かに自分もサウナカミナとフェロモンズ絡むのもちょっと見たかったりはしますよ、うん、でもやっぱりちょっとなんとなくタイトルマッチとかいろいろ決まってたりとか、そのダムネーションと竹下の流れとかもあるとなかなかちょっとそっちにそのカードを組むのはなかなか難しいみたいなの出てくるじゃないですか、うん、それは、ね、はい、これもうね、サウナカミーナ、どのユニットよりサウナカミーナよりもこっちサウナカミーナだからね。何を言ってるユニットのニュアンスとしては何を言ってるの。まあなんかね、そういうユニットなかったっけ。大橋さんとあったのね、大橋さんとアントンホモ WA だった気がする。あ、ホモ WA だったと思う。サウナのサウナ親父みたいな。サウナ親方はまあたまに私がやってる、いや、やってるやってる、DVDDL や、フェロモンズやる前に、サウナ、カミーナと組まざるを得ない、一緒にある時は、なんかサウナ親方、サウナ親方として出てたね、そうね、まあ、でも、見たいファンの方、いっぱいいるんじゃないですか、だから、まあ、その場を用意しますって言ってんだから、まあ、だから、単発やってもほら、もう叶いましたみたいなのじゃなくて、いいです、もう本当に。本当に正直もうそれ何を叶えてほしいかはゆっくり決めてもらっていいんで、うん、あ、まあ、分かりました。僕がもうシェンロンをお渡しするということで、はい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 、分かりました分かりました、はい、じゃあ副社長は、まあ、でも副社長ちょっとまあにわかにはちょっと釈然としない部分もありますが、いやいやいや、まあでもいいでしょう、やめてくれるならそれはそれでいいですよ。それは、はい、いやでも寂しくなっちゃうなぁ。えもしフェロモンズが解散したら急に何急に何やなんか、いやでもあれ9月9日以降も一応フェロモンズのカードとかね決まってて、そもそもねそれがおかしいんですよ。何なの。いやでもそれってさっき引き継ぎ問題じゃないけど、うん、まあ、辞めたら一応引き継ぐでしょ、副社長、次の副社長にでそれって急にやれって言うんじゃなくてそれダーッとやるでしょ。それと同じように別に社長の業務って別にないですもん。ないんだ。役員としての業務があれじゃないんで、それは知らんけど、社長の肩書きだけなんで。あ、そうなんだ。うん、役員業務ありますよ、まあ、もちろん、どうなんかな、まあ
もし負けて解散決まったとしても発表されてる部分はカウントダウンとして いつとまで言ってないでしょ。いや、うん、やってくのかな。いつとまで言ってないでしょって言い出したらこれ5年後とか言ってしまえばあるタイミングでさよならフェロモンズになるんじゃないですか。いやなんのかな。でもまあ、でもまあ別に発表されてるもんはいいでしょ、しょうがないでしょ、もう。うん、まあ発表されててフェロモンズの試合を楽しみにしてる地方の方とかもいらっしゃると思うんでね。うん、うん、まあだから発表されてる限りはやるのかな、わかんない、うん、もし負けた場合ね。まあまあその場合は負けた時に考えましょうよ。確かに結構適当だよね、もうその辺も。はい、いやいや重くしてもしょうがないからね。そうよね。はい、そんなところでいいですか、なんかコメントとか読み上げますか。ベンチプレステさんもね、さっき200円のスパチャを。ありがとうございます。お、勝ち切れしたら出るかな。いやいやいや、だから別に疲れてるからね。いやもう今日疲れちゃった、本当の朝から晩まで。いやな、あの勝ち切れしたの時はガンガン入ったよね。あ、ガンガンっつってもまあ、ね、いつものこれに比べたら ね、はい、でも一銭も私には入ってこないんでね。あの時あの本当あのチャットスーパーチャットで入れるんじゃなくて直接私にポチ袋を渡してくれってあんだけ言ったのに誰一人渡してくれないですよ。渡すもんか。なんでおっさんにポチ袋渡さなきゃいけないの。これネットはノリでほらクリックというすごく極めてね、こう、あーなんかね現実味がないですよね。そう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 、カキンカキン、これもう要は、うん、はい、なんかありました。なんか質問とか感想とかいっぱいありますよ。あ、あったんだ。うん、言ってくれれば答えたのに。この持て余した1時間あと10分ぐらい、はいはい、答えられますよ。でもこれ最終決着戦なんですね、じゃあ本当に。いや、いますね。でもこんだけ喋ったら皆さんこれ最終決着戦だって分かりましたよ。分かった。まあまあしょうがないよね。みんなもう認めてくれた。みんな信じてないでしょう。信じてくれた。狼少年みたいになってますよ。誰が悪い、ね。まあ、まあ、我々全員悪いのかな。全員だと思うよ、それは。こっちも悪い。いや、フェロモンズにもちょっとはあるんじゃないですか。え、なんで気はありますよね。で、いや、こっちはこっち通りやってるだけで討伐運動って言ってきたのはそっちだから、うん、売られた喧嘩を買ってるわけだからね。けどまだほら、歯向かう余地を残してる余地を残す。もうこれ以上こっちも絡みたくないと思うぐらい徹底的にやってくれないと困りますよ。うん、絡みたいんじゃん。ちょっとそれ見て。いや、まだ余力ある。なんで肛門がダメかどうかですよ。どっからダメなんだっていうさっきの話ですよ。うん、肛門はダメでしょ。それ誰が決めてんの。まあどうなんですかね。ユニバースでも別に肛門出た瞬間にバンされるわけじゃないですから。ユニバースがバンされるってことはあるんですか。ユニバースはないんじゃない。だって自社のだもんね。いやでも、まあ、サイバーエージェントのグループ会社が運営している動画配信サイトで肛門を配信してるってなったらそれはまずいでしょ。肛門だけ配信してるみたいな言い方はやめてください。そのシーン一周あるかないかですからね、それ。いやでもまあそう、肛門自体が映ることってあんまないですよ。それはもうカメラがそれを抜こうとしない限りはないわけですよ。肛門でも肛門よりはやっぱ裏玉とかですか。そうですね。それは3人とも前科あるじゃないですか。あるあるある。3人ともね、あるあるある、はい。これに関してでもそれに関してはでもフェロモンズ関係なくない。いやでも結局脱ごうとしてるじゃないですか。脱ごうとしてるでしょ。でもそれを言うと E のセクシー勇気はの犯罪はないわけですよ、犯罪歴は。まあそうですかね。でもコーチに至ってはなんかもう逆にこっちに入った時に粗相をして抜けていた印象しかないからね。濁してったんだよね。もう立ち取りコーチ、あとは濁した。まさに立ち取り、まさに軽乱を見せてる。いやいや本当に軽乱ってなんだよ。軽乱じゃない。いや分かるけどさ、軽乱がぶら下がってる状態ないね。なんもよくないよこういう。よくない。もうこんなのはこんな和気あいあいしてるからよくないんじゃないですか。信じてくんないんじゃないですか。殺伐とするもんだろ。戦いがないんじゃないですか。戦いしかないよこんなの。まあそう、ここが戦ってるかどうか分かんないよ。どっか別のところとの戦いかもしんないし、何何世間との戦いかもしんないし会社との戦いかもしんないし、こっちは常にそのよく分かんない、誰が死んだか分かんない LINE と戦ってんだよ。
いや、わかるよ。わかるよ。いや、それだと思う。それだと思うよ。わきあいあいのつうと。わかるよっていう。まあなんか俺もちょっとほら、社員じゃなくなってさ、一、うん、回ほら、ベロモンズ側についたりもしたりしさ、なんかやっぱちょっとね、うん、あのファンの皆さんと同じ目線でね、フェロモンズに期待しちゃってる部分もあったりするんですよね。それはまあ副社長の秋人君とはちょっと立場が違うのかもしれないし、うん、まあ今 GM としてね、特定のユニットにまあ肩入れしなかったりか、特定のユニットにこうあまりこう、うんうん、なんか反発しないみたいな立場でいようとは思ってるんで、うんうん、それはもう正々堂々頑張っていただきたいなっていうところですかね。ほらほらばったりした、はい、なんだろうね、やっぱ信じたかどうかですよね、みんなが。じゃあアンケートとか取れないんですか。ニコ玉感覚で言うな。まあなんか同じ丸かばったところやればいいんじゃないですか。ああなるほどね。最終決着戦を皆さん信じてるのかと。信じた人は丸、信じても丸。あのこれそうだね、信じてなければ、信じてないってなったら、そもそもなんだ。どっちが勝つかとかを聞くべきなんじゃないのかっていうと。ああなるほど、そっちの方がいいのか、はい、勝敗予想です。勝敗予想してくださいよ。フェロモンズが勝つのか、フェロモンズが勝ってアキト君が副社長を辞任するのか、それともアキト君が勝ってフェロモンズが解散するのか、皆さんコメントでちょっと書いてくださいよ。ちょっと長くなりました。はい、いやなんのため息みたいな。いやちょっと副社長のあのそのくだりはちょっとショックだったな。いや解散でこっち結構重いものを飲ませといて。いやけど今最終的に僕重いものかけましたから。でも今あの信じた信じないんで丸×かけばいいっていう言葉を拾ってみんな×って。なんで信じないんだよ。なんでそんなうがった見方をする、斜めから見るんだプロレスを。それに関しては我々が悪いと思う。なんかだからやっぱりちょっとね、そうじゃない切り口からやったら、やっぱりそうじゃない切り口の味を楽しんでしまうからね。最終完全決着戦だっつってんだから。フェロモンズ勝つって言ってますよ。そりゃそうですよ。フェロモンズが勝つって言ってる人は、うん、フェロモンズに勝ってほしい、つまりフェロモンズに解散してほしくないと思ってるわけですよね。そうですね。うん。その声を本当にもう届けたいよね。もう。もう戦う前から。これがもう会社にぶつけるべき声だと思いますよ。まあでも解散したフェロモンズがどうなるのかもちょっと気になるは気になりますけどね。まあ確かに。また E の勇気と男色 D のに戻るわけですか。今なりやる前から負けることを考えるやつがいるかよっていうことですかね。はあ。いやもう全然、もう負ける気がしないというか、なんというか。まあそうですね。まあ、ウィズであなたがついてる時点で有利ではありますよね。いやーただ分かんない、反則裁定がねちょっと意外とあのこうなんか汚い手回しとかしてそうじゃん。まあまあなんか私を呼び込んでその瞬間にレフェリーを見させて反則裁定みたいなのもあるかもしれない。アキト君ならやりかねないし、別にそれはそれでちゃんとしたプロレスの勝利だとは思いますしね。まあプロレスの勝ち方っていろいろありますからね。うん、うん、ありました。そういう意味ではね、結構薄汚れた男だからね、本当に。勝てばいいんでしょ。で、別にこのね、あの勝てばいいって、これプロレスの場合めちゃくちゃ広いんですよ。うん、だからその勝、でもその勝ち方によってはめっちゃこう、見てる人にすげえ言われるんですよ。で、それが気にする人はもう絶対そういう勝ち方しちゃダメなんですよ。結果、その勝ち方を狭めていく。まあ、それはいいことでもあるんだけど、狭めていくのが実はそう選手としての作業なんだけど、別に、ね、気にしないんですよ、何を言われても。まあその怖さがある、ね、そういうのもありますね。アンケートできそうなんですけど、なんて聞きますか。え、アンケートができる。え、今いやいや、どっちが勝ちますかでしょ。あ、まあいいんじゃないですか。フェロモンズ願望込みでね。でも、はい、いえ、あ、ここ入り込みでもどっちが、すげえな、ここに来て、ここに来て機能に気づくってすごいな。フェロモンズっていうかセクシーです。まあセクシーですよね。セクシーが勝つのか、諸君が勝つのか。でもこれセクシー勝ったら結構な、歴史で考えたら結構な下克上じゃない。なんでそんなことないです。いや、別にシングルファッと組んでというか、ほらオールアウトの時とかを考えると、おお、序列が完全に変わるわけですよ。同じユニットでしたね、そもそもね。ビッグマッチでね、うん、こうシングルが組まれて、うん、そこでひっくり返したら結構序列変わるわけですよ。もう最近のファンはあの、E のセクシー勇気が E の勇気だった頃を知らない。
でそもそも僕が真面目に試合してるのも皆さんあんま知らないよ。いやいや、そうですか。いや本当にしてないですもん。ちゃんと試合って竹下、秋人、勝俣、飯野の 4人のユニットでオールアウトだったんですよ。そうです。27分までとかで、はい、うん、オールアウトですよ、うんうん、その中の秋人君は一応2番手になるのか。一応その当時の序列でいくと、で一番序列が低かった飯野勇樹がそこを第2番目を食っちゃうというのはなかなかのドラマですよね。そのお互いが過ごしてきた時間の答え合わせですよ。まあまあそうですね。でこっちがフェロモンズが勝ったらもうこっちがやっていたことは間違いじゃないという証明にもなるわけですよ。いい感じで煽れてるぞ。確かにその通りですよ、うん、これで怒る。僕は秋人に投票してきますね。自作自演。目に見える自作自演。うわ何このさ。アーケード締め切っちゃいます。はい、はい、切っちゃってください。アーケード締め切ります。またベンチプレスケさん、はい、200円。ベンチプレスケさん200円ありがとうございます。全然こっちに入らない200円ありがとう。ありがとうございます。118票。おう、フェロモンズ 88%。 おう、アキトさん 11%。 フェロモンズ 88%。 どれってことで、実際フェロモンズがまあ苦手だという人絶対いるんですよ。まあまあ、それは分かるんです。分かってやってるから。はい、その割合ってどれぐらいなんだろうなって思うんですよね。でもフェロモンズ、いやフェロモンズこれはもう見に来てる。苦手な人はこれ見てない。そういうことなんですよ。で全体的なその比率はどれぐらいなんでしょうね。いやだからそれ、その数字を電車大丈夫だ。あの、はい、やばいですよ。その数字をつけられた方が実はちょっとこっちはショックだったりする可能性もあるわけですからね。途中採石してもらって、はいはい、あ、いいですよ。じゃあ私ファイヤー今その話になってるさ、周年いいよ帰れよ。茅ヶ崎なんで。いいよ、途中から来て途中で帰るんだな。すいません。いいよ帰れ帰れ。すいません。帰れ、明日頑張れよ。明日から頑張ってください。頑張ってね。9日。私は試合じゃないんだ、だから。いやでもウィズとして頑張って。ウィズとして頑張れば複雑だな。あの本当どっちにも負けてもらいたくないなって思ってる。フェロモンズに解散してほしくないし、うん、アキト君には副社長を辞めてほしくないなと思ってる。けどどっちかの決着がついてるんですよ、これは、うん、ちょっと明治だから祈ってます。それどころじゃない時間だな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お先失礼します。はい、はい、またね。何だったんでしょうね。うん。まあでもまあ、まあ、ようやく僕は逆にちょっと火つきましたよ。いや私もね、いかに信用されてないか。いやでもこれ本当に何かしらの決着はつけないといけないんだろうなとは思い始めましたよ。ええ、おかげさまでね。ええ、うん、まあまあいいでしょう。決着つけましょうか。つけましょう。決着つけましょうかって言うのは私試合次第からちょっと複雑なんですけど、極めて。けど一応フェロモンズのリーダーはいいのセクシー勇気なんです。そうですよ。だからリーダーに思いを託せばいいわけです、うん、うん、僕も社長の思いを託されてるって。そこで急に軽くなるんだよな。だ高木さんの名前出すのがいけないですか。この場合は良くないと思う。あ、本当ですか。うん、どうだろうね、分かんない。いやでもまあ分かんない、もう実際試合するのはセクシーだろうな。そうですよ。まあどうね、勝負の結果、まあでもそうね、まあ負けちゃいけないんだなっていうのはよく分かった、ようやく実感し始めましたね。ことの重大さよ、今気づきました。今気づいたとか、なんか入ってこなかったよ。ああそうですか。うん、入ってきた。ああ、その意味ではこの1位があってよかったかなとは思う。結構重大ですか。うん、これでも今回も裏切られたら結構ショックですけどね。いや、もう裏切らないって、裏切りがわからない。いやだからまた次の人が誰かまた最終的になる。それは誰かがこうしてくるのはわからないですよ、それは。うわ、ほらそれは僕がだって誰かに託さなきゃいけない話で、勝手に湧いてきたものは知らないですよ、それは。こいつら憎いってなって行く分には僕それはそれはでもゆくゆくの話じゃないですか。すぐ来るじゃん、こういうの。だからそれは僕、次副社長を受け継いだ誰かが来るじゃん。高木さんから降りてきた、それを僕はなくしますよ。一旦切ろうね。もちろん、もちろん当たり前に切りますよ、それは。じゃあまだいいよ。切りますよ。
頑張ってると思うんだけどな。いや、もう本当に誰が肛門がダメって決めたんだろうな。肛門出してないしな。そういう、まあまあ、匂いが画面から出るようになったらささいきついじゃないですか。まあ確かに。そう、でも大橋さんもね、病院送りにしたのフェロモンズですからね。匂いで。ああ。あれででもここに多分ダメージがちっちゃい。ピーラーで首がこう。うん、そうそうそう。あれでも本当にあと一回し、あと半回ししたらの状態にしちゃって、結構首に蓄積されてたんですね。そう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 、ピーラーで。なるほど。てっちゃんの小指もひょっとしたらあのフェロモンズ当たってねえな。いやそのなんか。いややっぱヘラクレス時代に。彼はね、こう試合終わって、うん、フェロモンズの試合とかたまにこう、うん、サイン会に座りながら見てるんですけど。はいはい、うん、入場の時ちゃんと呼び声ってやってる。あ、それだ。それです。疲労、疲労だ。疲労ですよ。はい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 。カッツンのかかともね、あのセクシーとの構想で。やっぱり蓄積。してますからね。蓄積があるわけですよ。で、石田さんのヘルニアも、ひょっとしたら、あの試合じゃリングがないところで、ひょっとしたら何か腰に負担がかかるようなことが起こってるかもしれないですよね。ね、はい、はい。ちょっとあんまり、あれ、そう考えたらあんまりフェロモンズ良くないじゃん。自分で追い込んでどう。いやいや、そんなことない。それぐらい脅威をみんな与えてしまってるわけですから。そうですよ。はい。これからもね、頑張っていきます。え、そんな締め方ですか。いやいや、もうこれは。そんなことしたらめちゃくちゃじゃないですか。そう。これは絶対に負けられないよ。フェロモンズ、解散に追い込みます。はい。我々がもしね、てめえが、てめえが副社長降りたら我々は副社長になってやるよ。で、AEW も最初はケニーやヤングバックス、コーディがこうプレイングマネージャーというか、あの副社長だったわけでしょ。あ、今は違うの？今副社長です。あ、だったよね。あ、ケニーはね。うん。サイバーファイトもね、このフェロモンズがみんなが副社長になるというスタイルでやっていけばいいんじゃないですか。そんなことしたらめちゃくちゃじゃないですか。これは絶対に負けられないから、フェロモンズ簡単に追い込みますよ。ああ、そう、追い込めるもんな、追い込んでみろよ。ここで今橋だったんだ。そう。ここで今橋だ。というわけで、私の終電の時間がありますね、この辺で。9月9日、大田区総合大会、DDT ビッグバン2023、会場で、そしてレッスルユニバースでお楽しみください。ごきげんよう。っていうはずだったんですよ。はい。あ、終わっちゃいました。いや、まだ終わってない。あ、終わってないですか。なんで、まあそんな感じです。おい。心の蓋を閉じてください。あの、はい。まあまあ、そうそう。あの皆さんに事の重大さが今日の放送で伝わったと思います。はい。本当にお互いかけてるものがあるわけですよ。そうですね。ちょっとこれは本当に。フェロモンズは解散、僕はまあまあまあ副社長というものはとりあえず捨てて、まあ、ちょっとね、何かしら見てる人にも覚悟が必要な、はい、アクト君が副社長で亡くなったらどうなんだとか、はい、ね、まあ、フェロモンズが亡くなったらどうなんだとか、はい、そういうちょっとした覚悟を持って見てもらう、何か一個あれしますよ。あれしますね。あれしますよ。わかりました。はい、はい、まあ、何かちょっと変わるきっかけになる可能性が高い試合にはなると思いますよ。そうですよ。はい、DDT はね、うん、今林だな。いや、違う、こっちが片っぽが言って終わることは多分難しいな。うん、まあそうですね。はい、このままダラダラやってますなんで。じゃあ、そうですね。でも実際、レッスルユニバースと、現地で大田区、今週土曜日か、土曜日です。もう来てほしいですよ。そうですね、ええー、ちょっと先に言っとくと、私、我々はレッスルユニバースに向けてはあんまりやるつもりはないですから。困る。はい、いいです。まあ、これでちょっとピンと、もうあんまりね、犯罪予告みたいなもんなんで、あんまり言うとあれなんですけど、レッスルユニバースに向けてやるつもりはないので、まあ、できれば生の方がいいんじゃないかなとだけは言っておきます。うん、まあ、こっちの想定通り行けばね。はい。という、私からは。でも僕はもうさっき言った通り、そっちはそっちで考えてるでしょうからね。もう解散に追い込むだけですよ。僕が勝てばいいでしょう。いいのゆきに別にシングルやったこともないけど、うん、まあまあ負けないですよ、うん、この間普通に負けたけど両国で、まあまあ、ええ、けどもまあ負けない、ま、あベンチプレスケさん140円ありがとうございます。
入れてくれた、はい、はい、まあまあもうこれの放送で皆さんねこの重大さを信じてくれたそうですね。でも会場に来た方が多分いいと思いますよ。あの顛末を全て見ることはできると思いますよ。はい、そうですよ。はい、はい、じゃあ、はい、じゃあじゃあじゃあ皆さん、9月9日、大田区総合体育館大会で、体育館でお待ちしてます。はい、待ってます。おやすみなさい。はい。良い週末を。